ハリセンボン近藤春菜は小学生の頃スラムダンクが好きで赤木春子にちょっと憧れていたが、実際には安西先生になってしまっている。近藤はステラおばさんのクッキーの社長から毎年誕生日やクリスマスやイベントの時にクッキーをもらっている。中学生の時にバスケ部の男子にバレンタインデーのチョコを渡すために友達の女子3人で朝練後に順番に渡したが、近藤のチョコだけ地面に落とされていた。ある時女優の森カンナと遊んでいたが、 SNS で森カンナがおじさんとデートしていると話題になってしまった。